株式会社カークエストは、群馬県前橋市に本社を置き中古車業者向け、インターネット情報サービス、CIS の運営及びハイゴムのリサイクルを行っていた、日本の企業。株式会社 USS の子会社であったが、2016年4月1日に、吸収合併された。中古車買取専門店のフランチャイズチェーン、ラビットは、2008年3月までは、当社が運営していたが、 2008年4月に株式会社 R&W へ運営会社を変更。さらに2014年7月に株式会社ラビットカーネットワークへ新設分割により継承されている。中古車オークションの出品情報、相場情報などを提供。ネット経由で応札ができるオプションも用意されている。会員数はおよそ1万6000社。 現在は株式会社ラビットカーネットワークが運営している。買い取り台数では業界第2位グループに属する。多くの業者が参加する USS オークションと連携していることで高値での買い取りができるとのアピールをしている。本部社員や加盟店社長にはガリバーインターナショナルの元社員が多く、ガリバーノウハウが外部に漏れる要素の一部となっている。 ありがとうございます。